Welcome to the coin club. どうも。またやらせてしまってすみません。毎度毎度。ということで、今日皆さん、スペシャルゲストに来てもらってます。D カレットの前野さんです。よろしくお願いします。お久しぶりですね。数ヶ月ぶりですよ久しぶりでね。す。はい。はい。で、ちなみに今日は、この動画は一応後編ということになっていて、前編後編の後編ですね。で、前編では、コインクラブじゃない、コインテレグラフジャパンの方で、新しく上場したクアンタムっていう、銘柄について、そもそも何なのかとかね、どういうものが特徴なのかみたいなこととかも話していただいていて、で、この後半ではちょっとマーケットの話を聞いていきたいと思ってます。はい。で、ちょっと、初めての人もいるかなと思うので、簡単にちょっと、D カレットとはっていうとこと、あと、前田さんのちょっとバックグラウンド、何をされてるか、簡単に紹介いただけますか。はい、じゃあ、はじめまして、D カレットで、トレーディングヘッドをしてます、前田と申します。よろしくお願いします。私はもともと為替のディーラーをさせていただいてまして、で、その後暗号資産で、ディーラーをさせていただきつつ、いろいろレポートとか上げさせていただいて、何度かちょっとテレビも恥ずかしながら出演させていただいたりしております。すごいっすよね。で、いあ、や、ちなみ恥ずに、かしい。WBS でしたっけ？そう今ですね。日、すぐ出る。WBS さんとか、出てますね。はい。はいはで、予想を外れしたっていうこともあるので、ちょっと静かにしてないんですけど、年内300万円もう一回下がるかなと期待してたんですけど、下がらずに一気に来ちゃったんで、おおって感じなんですけど、はい。あとはそうですね。で、当社ですと、当社は D カレットと申しまして、いろいろその暗号資産に対するその、流出が国内で発生した後に、いろいろその国内が規制を強化して、で、その最初に規制強化後に承認された最初の会社の一つでして、2018年から、知る人ぞ知る、取引所になりつつあるんですけど、直近、今年に入ってからは、マーケティングにもちょっと力を入れてまして、取引所を始めたり、国内初の、そうですね。通貨を取り扱ったり、実はマイニングもお客様に提供したりとか、そういったことをやらせていただいている、セキュリティに非常にちょっと、うるさい会社、親会社が IIJ と、セキュリティに厚い会社なので、安心して取引いただける会社の一つかなと個人的には見てますので、よろしければぜひ下のリンクを見ていただければなと思っております。はい、ありがとうございます。どうぞ、皆さんいつも言ってる通り、取引所開けられるところは全部開けといて、常にこう、分散させておいた方がいいと思うので、ぜひ興味があれば、D カレットさんお願いします。一部上場企業も投資をしている、名だたる企業も入っている、D カレットさんなんで、他にはなかなかないかなと思うのでね、ぜひ皆さんお願いします。よし、ということで、もう、ちょっともうマーケットの話めっちゃ聞きたいんですけど、どっから行きますかね。まず、ちょっとマーケット全体の話からちょっと伺いたいんですけど、もともとさっきちょっとおっしゃってましたけど、もしかしたら下がるかもしれないっていう話も予想されてたってことですけど、今全体的にこう一気にビットコインがゴーンと上がってきてるじゃないですか。これってやっぱりいわゆる我々は今こうブルマーケットにいるっていう、そういった理解で合ってるんですかね。そうですね。いくつか、現在その、ここまで上がってきていることの、環境非常に追い風が途中で吹き始めたっていうのもあったりするんですけど、予想以上に中国が撤退したことに対してポジティブに考える投資家がめちゃくちゃいたっていうのは、なるほど。結構個人的には新鮮でした。やっぱりその、中国がその、仮想通貨を禁止して、しかも刑法化するというところまで来てるぐらい、海外に対してお金が出ていくことに対して、当局が非常に厳しい目をしているので、とうとう仮想通貨ですとか、新しいプロジェクトに参加することですら、法律違反とすると、もう捕まえてしまうということですから、なかなか過激な国だなと思ったりは外からすると思うんですけど、ただ、やっぱりビットコインのその、ハッシュレートが一時的には大きく下落して、合わせてビットコインの価格がちょっと落ちてったっていうのがあるんですけど、そこからすごく格安でビットコインが掘れるというところで、欧米のマイナーからしたら、なんだろう、棚からぼた餅ぐらいじゃないでしょうか。非常に嬉しい環境が続いて、ハッシュレートは下がるし、価格もそこだったら全然もうペイできるので、ということで、どんどん掘る。で、安い中古のマイニングマシンがどうやったか分かんないんですけど、買えたんですよね、欧米の一部の人たちは。こ
ほとんど市場には出回らなかったんですけど、まあ、一部ではその中国人が売ったマイニング中古マシンを買って、さらにマイニング、まあ、ハッシュパワーがそこで回復してきたらそれはまた高値上がっていくよねっていうのが、まあ、追い風だったっていうのもあるんですけど、あとは何よりそのアメリカで ETF ですね、まあ、この承認の話がとうとう今年来たかみたいな、うん、まあ、なんで承認、まあ、延期、あの承認される延期みたいなことでマーケットが上がったり下がったりしてきた、まあ、過去でもう本当にとうとうあの承認もされたし、アメリカがその規制をすると思ってたんですね、うん、あの厳しい規制が来ると思ってたんですけど、まあ、当局のその発言を信じればですよ、禁止することがないと、ビットコインについては、うん、それ以外の通貨はやっぱり証券性が高い XRP みたいな裁判もやってますので、証券性が高いアルトコインについてはちょっとどうなるかわからないですけど、明らかにないビットコインについてはやっぱり買いやすい局面だったっていうところから、740万ですかね、今日ですと約740万まで上がって、ドルもですねもうちょっとで最高値を更新するっていうぐらいまでの盛り上がりとなってます。なるほどですよね。やっぱでもなんかその面白いなと思ったところが、そのやっぱり中国のところ、今コメントはありましたけど、個人的にもでもそのなんていうか、あのポジティブに捉えてる、ね、人っていう意味では自分もその一つ一人なんですけど、あの、はい、こう一つこう不確定要素がなくなったっていうところって大きい安心かなっていうのはなんかちょっと個人的には思いましたね。もうこれからヒヤヒヤしなくていいっていう、はい、もうすでにアウトっていうことは分かってるからそうですね、うん、っていうのはなんか確かに今聞いてて、ああそうだなっていう感じはしましたね。でちょっとあのせっかくなんで今ちょうど話が出てきたところで ETF の話っていいですか、ちょっと伺いたいんですけど、もちろんもちろん、あの、はい、今回承認されたっていうのは純粋なビットコインの ETF じゃなくって ETF フュー、あのビットコインフューチャーズ ETF ですよね、はい、これってなんかイメージ湧かない人とかって結構いるかなって思うんですけど、あの、はいはい、簡単にそもそもそれってどういうものなのかっていうことと、でこれが例えば、はい、あの前田さん的にどういう影響をこうなんかこうプライスに起こしうるとかっていうことを考えてるかっていうこと、はい、この2つちょっと簡単に説明いただけますか。はい、まあ、市場は、まあ、ちょっと難しいところまでちょっと話してしまうと、うん、まず先物フューチャーということで先物なので、うん、まあ、現物に対してのその買い需要ってどこまであるのっていうのは、うん、ちょっと、まあ、ものとしてはあるんですね。要は買われれば買われるだけ市場に調達しに行く ETF ではなくて、もうフューチャーなので、もう一旦買いが入っちゃったら、うん、もうそこでそれ以上の買い需要がないとか、なんて言えばいいんでしょう、あのちょっと物足りなさはあるんですね、市場参加者としては、うん、とはいえ、とはいえですよ、今回、まあ、フューチャー、まあ、ETF がすごい注目されたのニューヨーク取引所でビットコインができるっていうところで、今までだったらその、まあ、DAO とかその動いてるものの中にとうとうビットコインが出てくるっていうことで、うん、ビットコインに対して不安を持ってる人ですとか、まあ、もういないと思うんですけど、ビットコインを知らない人もどんどんビットコインって言葉がまあ入ってきやすい環境もできた。で、あの、まあ、ニューヨークでできるというところから、まあ、機関投資家までが、まあ、投資の対象としては本当にあの考えなくてはいけないレベルまでは一応あ、まあ、入ってきたかなと思ってます。うん、で、アメリカの実際その経済、まあ、誌ですとか、まあ、テレビを見ていると、まあ、やっぱりそのビットコインについてはだいぶ注目度が高くて、まあ、今検索数もアメリカでは結構、まあ、うなぎ登りです。うん、ので、まあ、欧米を中心にこれからもっと機関投資家が入る、あと、まあ、あんまり我々のようなその庶民ではちょっと関係ない話をすると、はい、まあ、お金をその持ってる人はファミリーオフィスといったその、まあ、お金を管理していただいている、まあ、その、まあ、管理会社っていうのを建てたりよくするんですね、うん、でそういったところで、今までは従来の例えば、まあ、株だったり為替金とか、まあまあ、場所によってまあ商品とかまあ細かいところ買ってたりすると思うんですけど、その中にビットコインを入れなくていいのかいっていう話も出てくる。要は、まあ、ビル・ゲイツとかじゃないですけど、うん、本当に億万長者がビットコインをあの 1% でも彼らの買いが入ってきたら、うん、あのもう値幅としては相当プラスで、あのもう私はちょっと想像がつかない金額になるぐらい、まあ、ファミリーオフィスも入ってくる。で要はその資産をちゃんと管理しなくてはいけないところでビットコインがどんどん入ってくるっていうことで、価格としてはさらに、まあ、押し上げられてくるだろうっていうところから、そういう思惑があって結構ビットコインは大きく上がっちゃったっていうのがありますね。うん、なるほどね。あ、そういうことか。まあ、なんかその要はこの SEC がもうオッケーってハンコを正式にボンと押してくれて、もう承認しちゃったっていうこともあるので、そこからこうなんかこう、
まあ、個人投資家だったりとか機関投資家もこうなんかこう気持ち的に、はい、あ SEC が OK って言うんだったらよしやろうってこう思い切って踏み込めるみたいな、まあ、そういった環境が整ったっていうところが結構大きい影響ということですよね。はい、もちろんただ一応ですね、あの苦言は呈されてるんですよ、うん、あまりにもボラティリティが高いので投機性は高いから気をつけろよみたいなコメントは一応入ってるんですよなるほどね、はい、そう確かに先物なので、うん、まあ、ボラティリティが高ければ高いだけ先物なので決済されちゃうので、うんうん、あのスカットには気をつけるような、まあまあ、使い方をしなくてはいけないので、まあ、引き続き投機商品としての、まあ、位置にはあるんですけど、ただ一個だけ、まあちょっと、まあ、今日 の, あのリーカレットのブログにも書かせていただいたんですけど、ビットコインが新しいものになってきたなってこう感じるんですね。うん、何かというと、まあまあ、もう今ビットコインで決済してる人ってそういないと思うんですよ、うん、我々取引所の人間ぐらいしかビットコインを海外に送って決済してっていうことはまあないと思うんですよ、うん、でもなんかビットコインでしか買えないものってないじゃないですか、うん、なので決済性っていうのは本当取引所の人たちだけしかないと思うんですけど、ビットコインがとんどん資産になったかなと思います。うん、その昔はその金で、まあ、実際その物を売ったり買ったり、まあ、馬を買ったりとか昔からその金本位制で動いてた、まあ、時代が長かったと思うんですけど、うん、まあ、ビットコインをとうとう、まあ、その移動する、まあ、価値としての移動、まあ、資金移動性よりも、もう資産としての、まあ、金みたいにですね資産にまで来たなということで、あとはちょっと頑張って安全資産と言われるようになってくれればデジタルゴールドと呼ばれるのもまた意識されるんではないかなっていうところで、まあ、資産になったビットコインが、まあ、これからまあどう動いていくか、おそらくボラティリティは徐々にあの低下します、うん、まあ、ちょっと人間に近いかもしれないですけど、まあ、取引をしてくるその金額がだいぶ上がってくるっていうところで、まあ、プライスを安定させるようなその、まあ、プライスキープオペレーションといえばいいのかな、あの、まあ、ちょっとあんまり動かないようにするために機関投資家たくさん売ったか、あのまあ、売り買いをちゃんと板を入れてくれるようになるので、うん、今までみたいに何十パーセント動くっていうのは徐々に減るはずですので、うん、まあ、徐々にボラティリティが下がればあのより安全性の資産が高まっ、まあまあ、になったなっていうところで、デジタルゴールドってまた言ってくれる、まあ、ことになるんじゃないかなと個人的には期待したいと思ってますね。おー、はい、なるほど。ちなみに、まあそうですよね。まあだから、ボラティリティが小さくなればなるほど、安心感が湧くので、さらに買いが増えるっていうイメージですもんね。なるほど。そうですね。その、まあ、いわゆる、なんかこう、ETF が今回承認されて、今までこう期待されていたイベントが、ここで出たわけですけど、で、これからまだ先にも、なんか、11月14日かな、あのバンエックの最初の現物 ETF か、とかもやっぱりあったりしますし、まあなんかこれから、まあそういった材料は揃ってくる。まあ価格を上げるような材料は揃ってくるかなと思うんですけど、よく言われるビットコイン価格が年末までに1000万いくっていう、はい、不足トゥフローモデルがあるわけじゃないですか。はい、ね、あれって当たると思いますか？なんかもしなんかそこの、まあ、要はどういう意味で言ってるかというと、あれって当たるよねっていう人もいれば、価格の乖離が増えて大きくなってきてるから正確性が減ってきてるよねっていう人もいたりするんですよ。で、例えばフィデリティインベストメントとかのトップの人とかは、いや不足トゥフローモデルはちょっと片手落ちたみたいなことを言って批判する人もいたりするということで、結構意見分かれるかなと思うんですけど、まあ、そこら辺の、まあ、ストックトゥフローモデルのについてのまあ見解と、今後のビットコインの価格年末までに実現実どこのぐらいまでいく可能性があるのかっていうところをちょっとコメント伺えますか。個人的には、まあ、ちょっと為替が長かったっていうところから、その、うん、まあ、価格はだいたい修練されてくるっていうその、まあ、概念が非常に強いです、うん、でとうとうビットコインが機関投資家が増えてくる環境になりました。国外は一応日本国内はまあ、しばらく先まで入ってこないと思うんですけど欧米人はちゃんと資産として見始めたっていうところから、もうちょっと修練されてくるのと、個人投資家がさらに入ってきやすい、欧米は入ってきやすく環境にはなったので、うん、ストックフローモデルみたいに1000万円に行く、下地はさらにできたなと思ってます、うん、ただ、需要の部分がですね、ストックトゥフローモデルはちょっと足りてないんですね。フィデリティの確かそういう批判も、まあ、需要までは考えてないと、まあ、需要が無限にあるモデルだからこれはその当たらないって彼らもその批判したと思うんですけど、個人的には同じ、要は入ってくるトレーダー層と落ちて出てくるトレーダーっていうのはだいたい
まあ、市場にもですけど、今元気なので入ってくるお客さんの方が多いので買い需要たらあるんですけど、やっぱり値上がりしなかったとか、あと、まあ、ショートに振ってて上がって死んでしまったお客さんも絶対いらっしゃるので、そういう人は離脱していくんですよ。っていうと無限に入ってくるってことは絶対ありえないので、で考えると年内1000万は個人的にはないと思っていて、まあ、自分はその、まあ、フィデリティに割と近い数字だったんですけど、年内でいうと大体450万から500万割れを私は想定してました。なるほど、想定してます。まだそうですね、まだ一回調整されないとちょっと気持ち悪い環境に今いるので、おっていうのがちょっとこの後の話にもちょっとなるんですけど、ステーブルコインの規制に関して私は結構厳しいものあの見方をしていて、まあ、いつ出るかわからないですが、デジタルドルについてアメリカは近くレポートを出す予定です。で当社、まあ、D カレットでは一部、まあ、デジタル通貨について、まああのまあ、授業を行っているので、まあ、そこでも分析をちょっとさせていただいたレポートを上げたんですけど、まあ、デジタル人民元に対してあの非常にアメリカは危機感、まあ、世界中の中銀が結構デジタル人民元が何をしてくるのかとかと、まあ、来年、何でしたっけ、オリンピックですね、東京オリンピックでデジタル人民元がとうとう発表されるので、しかも結構すごいやつなんですよ、正直羨ましいです。あの、まあ、相当鼻息荒くすごい頑張って開発したものなので結構期待してください。すごいものができるはずです。でも今実証実験をやっていて、もうなんかこのスマホとスマホをぶつけるだけでその通貨を送る機能とか、まあ、なんかなかなかないものをですね、他のあの国に先んじてできているので、なんて言うんでしょう、結構いいものができる。でデジタルドルどうすんのっていうところで、そのレポートが出る予定です。でそこでじゃあなんで私はその価格が下がる要因になるかって思ってると、テザー問題ですね。ステーブルコインのテザーに対してはちょっとだいぶ、まあ今までもみんな危ないものとか、まあ、ちょっとなんか良くないけど、とりあえずテザーしかないからテザーを使って、特に海外でその場合、まあまあ、一部その海外の取引所の名前っていうのかな、バイナンスとかまあ使ってたと思うんですよ、世界中の人たちが。でそれに対してじゃあそのテザーって大丈夫なのか、ちゃんとドルペックどれぐらいまでしてるのっていうので、まあ、先日もあの、まあ、ちょっとツイッター界隈ではちょっと盛り上がってたと思うんですけど、まあ、その、まあ、コマーシャルペーパーの割合がどうだとか、何に対して投資しててどうとか、本当にドルだけで持ってる割合どうだとかって、いろいろちょっと怪しいんですね。で、で、そこに対しても、もうちょっとちゃんとしなさいということが、おそらく当局からは出る予定です。だし、あの、テザーとかその、ステーブルコインがあると、デジタル通貨とちょっとまあ、ほとんどぶつかるんですね。あの、機能がほとんど一緒なので。で、それに対して国が保証するものと、一企業がその、保証するものと、どっちを市場は使いたいかというと、国の方が信頼が高いので、おそらく駆逐されると思います。で、そこで圧力となってビットコインはちょっと下落してくれるではないかと。買えなかった皆さん、お待たせいたしました。ビットコインが買える局面が来るというのが今年までで私は考えてました。なるほどね。あ、まあ、個人的には300万はあってほしかったんですよね。あ、じゃあ、まあ、じゃあシナリオとしては今こうバーってきてますけど、500万割れぐらい、400万から500万ぐらい。そうですね、思ったよりでも上に上がりすぎちゃったので、じゃあちょっとし自分もそのフローをあのなモデルをちょっと修正しなきゃいけないんですけど、ざっくり計算550万は見たいなと思ってますぐらいじゃないかなと。なるほどね、思ったよりアメリカ人が買ってますね。びっくりしました。あのこんなにヨーロッパ人は結構好きな人多かったんですけど、もうちょっとそのエルサルバドルが入ったことで、まあ、売り圧力がだいぶ高まると自分は見てました。南米が入ってくることに対してその危機感、まあ、その変なあの、まあ、麻薬のお金とかが入るっていうことで、もうちょっと圧力が高まるかなと、まあ、分析していたんですけど、まあ、そんなの関係ないという言わんばかりに ETF にすごい皆さん持ってったのでちょっとエルサルバドル国民はみんな今喜んでらっしゃると思うんですけど、大当たりでしたね。でしょうね。いや、あのすいません、本当にエルサルあの救世主になったのと大統領はいうのを思ってたりはするんですけど、ただここからはあの過去 その最高値に今付近に大体近づいてるので、一旦利食いが走っても全然おかしくないですし、あのもう10月ずっと上がり調子だったじゃないですか。だいたい500万円から今740万まで一気にもうこんだけ240万ですよ、あの一気に上がってってるので、さすがに利食いをしないと厳しい人たちも出てきます、年末なので。しかも、ああそっか、はい、なので多少はその売り圧力が強まるっていうところからも、まあ500万
目指してほしいなと。じゃないと国内税は本当に変えてないです国内税はねなるほど。そう、ちょっとそこも気になったんですけど、まあ、さっきあのアメリカとかでは結構海外走ってるみたいな話があったわけですけど、まあ、もちろんねこう最高値がついてるからニュースのヘッドラインにもなるし、みんなそれでうわーって、ね、ETF だうわーっつってもう機関投資家も帰ってくると。日本ってどうですか。はい、報道がまずは少なかったですと。最高値を日本円で、まあ、ドル円が上がってるっていうのもあって、まあ、最高値を更新したにもかかわらず、うん、報道が少なかったです。まあ、せいぜいツイッターですとかと一部の人たちが盛り上がったぐらいで、うんうんうん、まあ、なんて言えばいいんでしょう、株価がまあ下落してる中でビットコインは上がっていたので、もうちょっとだけ市場に来るかなと個人的には思ったんですけど、うんうん、そうですね、国内元気が足りませんいろいろ各社頑張ってるんですよ。当然その CM をやっているかあの会社もありますし、うん、インターネット広告とかいろいろ出せるところで出してるんですけど、価格が高いと買いづらいって思う人の方が多いようです。やはりなので順張りできてない。そこなんですかね。そこかなんだ、はい、価格が上がると別になんか ね、そのなんていうか、ああどういうこと。でもそれって、まあ、別になんかそのなんか700万別に払う必要ないじゃないですか。まあそのフラクションでいいわけじゃないですか、はい、一部払えば。そうですね。だからそういう感覚がなんかやっぱりなくて、なんか高い値段が上がってくると、あ高いから買えないっていうことでちょっとみんな嫌気がさしちゃうっていうようなイメージなんですか。はい、そうですね。下がるまで待つ方が多くて、で今度は下がるまで待ってたら、やっぱ下がってからも早かったじゃないですか、今回700万いくのも。なので下がったところでも実はそんな買えてないっていうことで。あ、そういうことか。なので、まあ、順張りがあんまりうまくないのと、まあ、逆にもしか下がったところで買うんであれば、指し値をちゃんと利用して、まあ、リスクコントロールしながら買うことを、まあ、これは我々業者が悪いんですね。やっぱりテッキーな話ばかりしていて、投資の方法を為替や株みたいに、まあ、そのアナリストがちょっと少ないっていうのもある、まあ、正直ごめんなさい、私のあれも弱いのかもしれないですけど、やっぱり投資の仕方を説明してないですね、あまり。なので買えてない。あとはその定期的に買うその積み立てのようなそのドルコスト平均法をもう少し業界としても押してもよかったかなと思いますが、そういったことをやってなかったので、まあ、お客様も一部の方しかあんまり盛り上がってないと思ってます今収益が。なるほどね。でもなんか面白いですよね。なんかついこの間これ動画にしたんですけど、チェイナリシスが先週かな出したレポートで、クリプト、なんだっけ、クリプトアドプションランキングみたいな、大衆化ランキングみたいな、どれだけ、どこの国が一番クリプト使ってるかっていうランキングがあって、ナンバーワンがベトナムとか、まあその辺なんですね、フィリピンとか。なんだけど、日本が82位なんですよ。はい、だけど、だからそれ見るとすごい、全然こう遅れてるなってやっぱ気がしてしまうっていうのがあって、とはいえ、でも2014年とかでしたっけ、一時期でもなんかその、はい、日本がビットコインの取り扱いだからなんかナンバーワンみたいな時期もあったじゃないですか。だからなんかなんていうか、過去はそう、これだけ盛り上がっていたし、まあ、それだけこうトレーダーもこの業界のこと知ってるわけですけど、そこからちょっとこう落ちてきてるっていうところが今あるわけですけど、こっからこのまた上がる、日本がクリプトで盛り上がるためにはなんか何が起きるべきなんだろうなっていうのが、なんかちょっとイメージは湧かないんですけど、それは例えば規制の問題なのか、それこそさっき言ったなんかエデュケーション、なんか教育の問題なのか、はい、それ以外何か問題があるのか、なんか今後日本が盛り上がるためになんか何が必要なんですかね。まずこれは大きく分けて、まあ、正直エデュケーションだと思ってみて、規制は今までは、まあ、30キロ道路で110キロで走ってた業者が多かったので、そこは金融庁で30キロ守るよっていうのは、それは当然なんですよ。だって、まあ、どんな車だって、まあ、180キロ出そうと思えば出せるんですけど、30キロ道路だったら180キロ出すなよって、まあ、普通の概念じゃないですか。まあ、なので、まあ、徐々に金融と合わせて、ちゃんとスピードを下ろして、ちゃんとみんな、ちゃんとルールを守って走りましょうねってなるのは、もともと金融だった人間からするとまあ当たり前なんですけど、ただ、まあ、そのルールも取っ払って、まあ、デファイもそうなんですけど、まあ、やれるんですよ、人はやろうと思えば。ただやっぱルールっていうのは、やっぱ金融って今日まで培ってきたその何かがあるわけですよ、そのルールにここに至ったまで、っていうのが、当暗号資産もルール化されたっていうことで下地はできましたと、ちゃんとできた。なので安心してください。もう調子に乗らないです。ちゃんとした団体になりました。流出もおそらくこれだけすっごくやってるんですよ本当に。地方の
何だろう、まあ、中小企業とか何とか信金とかと比べるとめちゃくちゃあのコンプライアンスとかもう力を入れてシステムセキュリティですとか、うん、なのでもう、もうめっちゃガチガチです。下手な銀行より全然すごいはずです今あの、暗号資産なので、もう会社はしっかりしました。なのであとは買い方ですとか先ほど言ったそのエデュケーションですね、まあ、リスクがボラティリティが高いとやっぱり怖いって思う方が非常に多いので、うんうん、あのボラティリティが高いところに対しての買い方売り方もしくは、まあ、そもそも入らないっていうのもある意味正しいんですよね。ボラティリティ高ければ、うん、まあ、そうすると機械損失が発生しますっていうところで機械損失が怖いからアルトコインを買ってしまう、なんか、ね、もう全然価格がすごい安いやつを買ってしまって、まあ、ビットコインみたいに700万円上がるんじゃないかっていう期待をされる方が非常に多いんですけど、うん、まあ、その価格が低いには低いなりの理由があると、うん、アルトコインがまだこれからアルトコイン多少は資金は上がってくると思うんですよ。ビットコインがそのさざ波だったり500万円に下がっていく中で、うん、あの一億されるとは思うんですけど、とはいえ700万まで他の通貨が上がることはなかなかないです。ビットコインだからここまで認められたっていうことを理解して、あの夢を見て何千万倍になるその馬券を買うんではなくて、まあ、倍率が低くてもあの、まあ、手堅いビットコインっていうのは本当にあの間違いないかなっていうのをもっと業者が説明すればいいんですけど、今、まあ、当社も最近アルトコインいくつか上場してるのであまり大きなことは言えないんですけど、まあ、ビットコインはそれだけ本当に世界中で信任されているものにとうとう資産になった。じゃあ続きは何が続く、イーサリアムなのか、うん、XRP なのかで、カルダノも頑張ってますと、うん、っていうことでユースケースがどこまでビットコインみたいに出てくるか、ユースケース、まあ、ビットコインないじゃないんですけど資産にはなったので、うんうん、っていうことでじゃあ他の通貨はどうなのかっていうのをぜひちょっと見ながらっていうのを我々がもっと頑張るべきかなと。そしたらまた盛り上がって日本がナンバーワンに戻ってくるっていうのはもうここまで来たらないですけど、うん、まあただ為替は1位になったんですよね、うん、FX ミセスは世界一になったので、うん、あの市場が盛り上がってくるためのものを、まあ、我々が頑張ってお客様にもっと魅力作りをしてあげて、うん、あげればもっと、まあ、女性がやっぱ増えてくれないとやっぱでもちょっと弱いかなと思うので、まあ、ミセス渡辺を暗号資産にちょっと引き込むためのことを頑張りたいなと思いますね。はい、あのまあ何かその確かにでもそれいうのは面白いですよね。何かその、まあ、やっぱりこう日本って特有なのはやっぱりその前のインタビューでもありましたけど、こう上場してるコイン少ないよね問題ってあるじゃないですか。上場スピードがやっぱり遅いよねみたいな、はい、で日本の投資家でも例えば何か何かあのバイナンスに乗っかってるとか、まあ、クラーケンのグローバルに乗ってるとかコインベースのあのコインがトレードしたいけどでもないからあもうじゃあいいやってなっちゃう人とかっていうのもやっぱりあると思うんですよね。そういう意味でなんか以前の話でこのプロセスがちょっとずつ今後ねこう早くなっていくかもしれないみたいな話とかっていうのがあのちらっと出たかなと思うんですよね。なんかあの JBCA の、副会長の千野さんが、はい、こう改革するみたいな話があったりしましたけど、その辺ってなんか体感的にどうですか。なんかちょっとずつ変わってるイメージってありますか。あれから数ヶ月経ちましたけど、あの体感的にはだいぶちょっと変わってるなと。もう今年に入ってから各社ですね、あの、うん、アルトコイン出してますし、あの、まあ、今までその、まあ、上場が難しいって言われたカルダノですらちゃんと上場されてますというところ、うんうん、まあ、当社でいうとオントロジーですね、まあ、どこも扱ってない小さな通貨でもちゃんと通るようにはなった、まあ、自社 の, その、まあ、リスクでお客様に迷惑がかからないようなそのセキュリティ性にもなったので、うんうん、まあ、徐々にスピードはおそらく上がりますし、うんうん、新しい何か通貨を作って、まあ、の IO をやったその事例とかも出てますので、まあ、徐々にあの業界は盛り上がってくる下地もできた。で我々も規制に慣れたし、これから規制がいくつかその外に送ることに対してあの規制またはファトフがちょっとあの提言しているので、外に送ることに対してまた大きな規制が今度近々来ます、来年ですね、うんうん、でそこでベトナムに送るとかフィリピンに送るみたいなそのユースケースがちょっと一部は面倒くさくなるんですけど、まあ、とはいえ誰に送るのって海外送金の時に当たり前に聞いてることをなんでお前らは聞かないの、さっきの30キロ道路じゃないですけど30キロでずっとやってたので、まあ、ちゃんと確認しましょう、当たり前のことなんですよね、うん、っていうのが徐々に出てきますが、逆に当たり前のことを当たり前のようにやればよりコストが安い方で取引されたいと思うので、まあ、そこはあの我々はそのまあ、強みかなと思ってますし、デジタル人民元じゃないですけど、そのデジタル通貨を海外と その接続するっていうのはおそらくプロジェクトとしては結構先まで難しい案件だと思ってるんですよ、うん、わかんない、デジタル対バーツかと、まあ、デジタル円 の その接続とかその、まあ、海外送金に使うっていうのはおそらくこれすぐにはできないと個人的には見てますので、うん、ここはまた
引き続き、おそらく、まあ、本来ステーブルコインのところなんですけど、ステーブルコインがちょっと厳しくなるとしたら、じゃあビットコインで送ろうとか、うん、イーサリアムで送ろう、XRP で送ろう、あと、まあ、わかんない。その他のトレかもしれないですけど、まあ、そういった形でここは生き残ると思うんですよ、海外に送るものに対しては、うん、ただここも簡単にはちょっとできなくなります。ただそれはまあ当たり前なことなので、ちゃんと確認をして、あの、なんでしょう、テロ資金とかに利用されなければされないだけ、もうビットコインはちゃんといいものと、暗号資産でいいよねっていうことを認められると思うので、まあ、そこは必要な規制かなと個人的には見てます。うん、なるほどね。面白いですよね。まあでも確かになんかいろんな、そうですね。あの、まあ、ちょっと今日そろそろね、あの約束の時間が来ちゃったんですけど、あの次もしあの時間ある時、例えば CBDC の各国の、あのデベロップメントがどうかとかで、まあ、もちろんアメリカもあれば、イギリスもついこの間自分もあのバンクオブイングランドのなんかそのなんかミートアップがしました。でミートアップで会ったんですよ。でなんか実際バンクオブイングランドの CBDC のテクノロジーのトップの人となんかちょろっと話したんですけど、でもなんか面白いなと思ってて、で、まあ、やっぱりそのユーザーがさっきあったみたいに、やっぱ CBDC を信じるのか、それともその政府なんか信じられねえっつって CBDC 出したところで誰も使わないっていう話になったりするのかって、はい、結構いろんな意見があったりするので、まあ、そこら辺も含めてなんか今度ちょっと、ね、はい、また議論できたら嬉しいですって感じですかね。ありがとうございます、はい、はい。いやでも今日本当にありがとうございました。あのクアンタム前半のね話も含めて、あとマーケットの話も含めて、なんかあのプロのトレーダーがどう見てるかって結構やっぱりすごくトレーダーじゃないから人からするとすごくね興味がある内容だと思うので、あのぜひまたなんかあのちょいちょいあのこういった回をやらせていただきたいと思います。もしなんかせっかくなんで最後に、はい、あの視聴者の皆さんにあの一言、まあ、ディーカレットでものことでもあればぜひいただけますか。ありがとうございます。現在あの D カレットは、今キャンペーンですねやらせていただいていまして、うん、販売所の、まあ、スプレッドが、まあ、業界の中で販売所ですよ、あの一番、まあまあ、ほぼ最強一番狭い水準で出させていただいている、かつそのスプレッドをですね、あの大きなその変動でもあの、まあ、すごい大暴落した時でもちゃんと固定してあの約束したそのスプレッドを出し続ける、まあ、配信をさせていただいたキャンペーンやらせていただいてます。で手数料もですね、まああのまあ、ほぼ全て無料ということで、イーサリアムガス代高いじゃないですか、その出庫が無料で当社からだったらできますので、うん、まあ、そういったキャンペーンを今 D カレットでやってますので、よろしければぜひあの下 の, このリンク欄を見ていただければ、あのちょっと頑張ってる D カレットを応援していただける方が増えていただけると非常に嬉しいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。じゃ あ, あの皆さんもぜひあの繰り返しになりますけど、取引所はねあの本当になるべくたくさん持ってないと、で分散させておかないと暴落した時に一つのところに集中してって、みんなそこで売り買いになるとパンクしちゃって何もできなくなって資産が消えるので、少なからずこう分散させるっていう意味では、こう D カレットさんみたいな一部上場企業が投資してるような大きい会社、まあ信頼できるね取引所だと思うんで、ぜひオープンしてみてくださいアカウント。はい、ということでじゃあこんな感じで今日は終わりですけど、またちょっとぜひぜひまたちょっとキャッチアップして、また年末ぐらいにまたあの価格のレビューしたいですね。今後どういく、来年どうなるかみたいな話とか。あのすみません、外しましたっていう、あのなんか、多分がつかないように言ってきますね。いや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 、当たりました。方向が出るようにして。はい、そうですね。まあまあまあ、あの定期的にいろいろちょっとやらせてもらえればと思うんで、またよろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございます。はい、どうもです。